はい、どうも、タカシス TV のブレイクスルー佐々木です。それでは早速、トリビアの種紹介していきましょう。ブレイクさん、スルーさん、佐々木さん、こんにちは。こんにちは。僕は昔から、気になっていたんですけれども、ヤニ座の人って、髪食べれますよね。というわけで、ヤニ座の人って髪食べれるんじゃないのかなっていうふうに思ったんですね。というわけで、検証してもらいたいんですけれども、闇座の人ってどれぐらい、一度に、髪食べれるんでしょうか、ということを検証して いただきたいねというふうに思いました。というわけで検証してください。よろしくお願いします。こちらのトリビアの種、言い換えるとこのようになります。闇座の人が髪を食べると、その致死量は、うんまい。というわけで、早速、検証 VTR やっていきたいというふうに思います。どうぞ！今回我々は、ティッシュ食べのスペシャリストがいるという、北海道北部の山奥へとやってきた。ご協力いただいたのは、北海道ティッシュ工科大学食べ専攻、首席で卒業した経歴を持つ、ティッシュ食べおさん。実際にやってみた。というわけで、こんにちは。ティッシュ食べようです。というわけでね、じゃんじゃんティッシュ食べていきたいというふうに思います。お願いします。お願いします。ティッシュ食べるよ。いくよ、ティッシュ。まず1枚目食べていきたいというふうに思います。まず1枚目。このぐらいだったらね、僕、ヤニ座なので、ブルーですね。食べていきたいと思います。こう、クシュクシュするんですよ。こう、クシュクシュね。食べる。いくよ。うん、うまい。めっちゃうまいね。ティッシュはうまい。こんなにうまい食材はないね。2枚目いきたいと思いますよ。あ、うまいうまい。まだ食えるね。まだ食える。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた。ヤギ座の人がティッシュを食べるとその致死量は10枚。ティッシュって食べるもんちゃうんだ。